じゃあやろう。たくさんのお客さんに来ていただいて、昨日の今日でね、ありがとうございます。はい、ということで始まりましたけど、ワルシンと、まあ、みんなで対談していこうと。一人で、一人の組織ですし。で、まあ、キャンサーっていうグループを作って、一応、まあ、実は2年前にできてたんだけど、あ、ワルシンこれ読んでくれた？うん、読んだ。うん、さっき。一応、今回は、まあまあ、荒川さんのメカニズム・オブ・ミーニングを、のオマージュとして、まあ、かつキャンサーの身体をテーマとして作ると、まあ、展示全体をね、っていう中で、まあ、1階の、まあ、メインというか、まあ、全体の構成というかな、まあ、あるシーンをお願いして、まあ、始めたと。ということになるわけだけど、まあ、とりあえずはやっぱりこのキャンサー、この展示のコンセプトっていうか、まあ、何やろうかっていう、まあ、一話のあれじゃない、僕が、タイトルとかまあ先に全部決めて、うん、その上で、まあ、アルシーに一番初め何を依頼したのか俺もちょっとさ覚えてないけど、実は、それに、まあ、俺のこう依頼っていうか、まあ、全体の依頼で、キャンサーとしての依頼に応えてくれるという形で作品作ってくれたと思うんだけど、一番初めはあれ、それぞれのメンバーに、課題みたいなのをしたときに、僕には、触覚みたいなことになる。それはどうだったっけな、触覚は違うそうだもんな。あ、そう、うん、触覚の人が違うか、結構前だからな。いや、だいぶ前でしょ、うん、だいぶ前の話でしょ。あの光、君は光をやりなさいとか、君は死をやりなさいとかって言ったときに、そう。いや、アルシンはでも宇宙みたいな話だったと思う。あ、そうか。うん。てか、まあ、SF 的な想像力っていう中でやってくれるという話をしたと思うんだけど、まあ、今回の展示はなんかどういう感じで、これ、あのでかい卵、うん、それから黄色い膜と、うん、まあ、展示空間をこう縦に置けるというかな、っていう展示と、あと、まあ、なので、その展示の上には卵があって、下には、まあ、キューブの作品。光の作品とそれに合わせて、まあ、アルシンの映像だよね、うん、と、まあ、この中を見たりという形になっているわけだけど、まあ、あの展示について、うんうん、ちょっとね、今回の作品の作り方的に、うん、こう何かこう明確 な、なんか展示に関しての仕組みみたいなものが、うん、前提された上で作っているわけじゃなくて、どちらかというと、うん、結構なんかこう、まあ、ドローイングをもとに作っていくので、まあ、言葉を書いてそれから作品を作ることもあるし、うん、まあ、ドローイングをたくさんしてその中の、いくつかを組み合わせたりとか、うん、あるいはそれを自己的に見て、うん、でこれを、まあ、言語的に自分自身で解釈したりとかして作品にすることもあるんだけども、うんうん、今回はもうそのまんま、うん、イメージをイメージのまま、うん、ただなるほど、うん、やっているので、うん、実はそのあの玉は何々で、うん、あの膜は何々でっていうのは、うん、まあ、はっきりとは言えない。ただイメージとしては、うん、一応、うん、まあ、重力場に対して、まあ、球体が置いてある重力場のモデルがありますね、うんうん、まあ、よく、たわんでるっていうやつですね。相対性理論とかにも使われる玉2つだったり、うん、時空の歪みと、そう、歪みのあのモデル取り入れてるし、うん、あとあの部屋全体が、うん、一つの身体というふうにも見立ててもいい。全体つまりあの膜自体は、まあ、川みたいなんですよね、うん、で、黒い玉は、うん、まあ、コアというか、うん、で、あの黒そのものは、うん、あの骨格の、ね、とかっていうイメージも付与してある、うん、で、やりたかったのはタイトルが、ヒューマントポロジーって言って、結局僕がその
まあ、身体というか、まあ、人間に興味があって、うん、人間の、過去の人間の営みとかにも興味があるし、うん、それから、未来の人間についても興味があるんです、うん、で、現在を説明するために、まあ、過去を用いるという、まあ、その因果律みたいなもので普通は過去から現在まで、うん、過去こういうことが起きたので、うん、現在こうなっていますって説明じゃないですか、うん、僕はだからトライアルとして未来をまず想像して、うん、で未来から現在を説明したりとかできたら面白いんじゃないかなと、うん、考えがあって、うん、でひとまずその未来ってまだ来ていない斜めになってるんですよ、うん、で、うん、なので未来はまあ僕まあ、誰にもわからないんだけれども、うん、だったら、まあ、そこは自由に想像してもいい余地がある、うん、ただし、まあ前提が ない状態で自由に、ね、想像しても意味ないので、うん、ひとまず今回は、例えば人間が完全にデジタル化されて、うん、それでもやっぱデジタル化されたとしてもやっぱり物理的な身体というか、まあ、その AI と融合してしたと、でその中で自我を持ち得るのかとか、あるいは時間感覚はどういうもの、それから身体感覚みたいなものがある。でそれから、その時は、まあ、身体というか、まあ、ガジェットっていうか、うん、まあ、それは自由に自分自身デザインできるわけです。でそれからその身体を置く場所、あるいはその位相空間みたいな、まあ、バーチャルリアリティの中の空間みたいなものとか身体イメージとかっていうものも自由にする。クリエイティブできるわけです。でそういう状態やったら人間がどういうことをするんだろうかみたいなことを、まあ、想像するのが好きなんですけど、うん、まあ、そういう想像力で、例えば下の映像は作る、うん、でその時にあんまりこうやりすぎると、やりすぎるとっていうか、今僕たちの現実の身体からかけ離れすぎてしまうと分からなくなっちゃうので、ひとまず僕らの身体モデルの、うん、例えば今回の映像は、うん、頭と手、うん、手だけで、ただし手は、4本あるで、実は指も先が2つに分かれていて、うん、この辺に関節があって、で、まあ、片手で、5本じゃなくて10本になっているみたいな変更をしたもの、うん、まあ、それくらいにとどめている。まあ、そんなような想像力で作ってます。で、まあ、あと効果としてはなんかこう単純に、展示室に入って映像を見るとき、まあ、遠くから結局眺めてしまうのだけれども、うん、まあ、中腰になるというか、普通に立ってこう目だけで見るというよりかは、もう体を使って何らかの負荷っていうか、そう、体を動かして、まあ、ある中腰の姿勢とかを取らなければ、うん、まあ、近づいてなんかいけないみたいな、うん、状態を狙っていることと、それから実は黄色い膜の下に入り込むと、うん、奥の方に人体形成がついていて、でそれと連動して玉が、人を感知すると玉が光って同時に、まあ、振動するっていう、痙攣するっていうか、うん、っていう仕組みになる。うん、こともあるかもとしては、ある程度、まあ、前提の話をしつつ、うん、話を聞いていきたいと思うんだけど、うん、まあ、まあ、レイカーズファイルなどが言うような、うん、得意点を超えた時、ね、うん、つまり我々のまあ、計算能力ですね、コンピューターの計算能力が、うん、あ、ものすごく莫大に、まあ、今のような状況でそのまま加速していって、さらに加速とかどんどん増えていって、そして、まあ、コンピューターがコンピューターを自らクリエイトするようになり、そうすると、まあ、人間というもの、まあ、一部ではもうすでに人間の能力なんていうものは圧倒的に超えているわけで、ね、計算能力は完全に超えているしということなんだけど、その上でさらに得意点、つまり人間が何かものを作る能力だよね、たり物を変えたりする、うん、まあ、一言で言えばクリエイティブな能力というものを
コンピューターが獲得する時点を得意点というふうにとりあえず今のところを定義づけると、と、それを超えた時の人間の姿というものを基本的には考えるということでいいの？そのシンギュラリティの定義、ちょっとだけクリエイティブは関係ないんじゃないかなと、うん、というか、だからその、その得意点を超えたとしても人間は人間、我々みたいな人間を位置づけるわけで、その時に、だからその単純な計算能力を得意とするコンピューターに対して我々の特殊性っていうか、私たちがその人間でいても良い理由みたいなものの一つはクリエイティビティだと思う。クリエイティビティって言ったら違うんじゃないの？アルシンが言ったのはね、キュアリオシティって言ったんだよ。だから、キュアリオシティ、うん、そうこれはすごい俺は、好奇心でしょ。そう、俺はすっごいこれは、影響を受けてるというか、アルシンにその、得意点をね、超えた時に何か残るんだ、人間の定義とは何かっていう話を聞いた時に、アルシンはそれは好奇心だって答えたんだよね。それはもう、俺はもうものすごい正しいと思ってる。僕はちょっと思うけど、それは好奇心。別にでもさ、人間特有のものではないと思う、好奇心は。だからね、それはね、実はね、今回のテキストで一番最後にね、我々は失敗するって書いてあるじゃん、俺は。で、そのキュアリオシティ、好奇心をね、俺の言葉に言い換えるとミステイクなんだよ。で、ミステイクっていうものが蓄積されていく。で、それ自体が人間性なんだっていうようなこと。ミステイク自体に我々の、人間の特異性、ね、特殊性があるというふうに俺は呼びたいわけね。で、なぜかというと、それは美術、ファインアートというもの自体が、ある種のね、失敗、完璧なアート作品とかさ、完璧に、なんていうかな、パースペクティブとかも嘘じゃない？嘘っていうとおかしいけど、要するに目の視覚効果を使ってるだけだから、現実をこう、本当に神の世界のね、イデアをね、こう現実の世界に表現できたわけではないわけですよ。その意味では失敗してるわけね。その失敗例みたいなものの蓄積っていうもの、その蓄積自体が我々の人間性なのだと思えることっていうことを、これは人間の定義だと思いたいわけね。そうなってくると、それは僕もちょっと同意なんだけど、そうなってくるとさ、そのコンピューターって、もう人間のこうなんていうの、この脳のこうランダムなこう思考と違ってさ、結構リニアな計算で、しかも、同時に並列計算できるから、どっかエラーがあっても他が補填するので、結局エラーみたいなものはない状態で計算結果弾き出されるっていう仕組みを取っているわけじゃない。でも人間そうじゃないというか、人間も似てるけどちょっと違う。そうなってくると、さっきの言い方だと、AI、コンピューターが人間の知性を超えた時がシンギュラリティっていうね、考えは。その時に人間って、じゃあただのそのコンピューターの計算がこぼれ落ちてしまうエラーみたいな、あるいはバグとかになってしまう、それでいいの？それでいいの？コンピューターに対してっていうこと、ね、そう。だからバグになっちゃうと、バグが消去されるから、ターミネーターみたいな世界になっちゃうっていう感じでね。どうする？そういう、てか人間としてのアイデンティティはバグでいい。俺はそれに誇りを持つべきだというのが俺の考え。なぜなら、人間というもの自体はそもそもバグであると。いうふうに俺は思うね。つまりね、ただね、ウイルスみたいなもんだよ。結構強いウイルスみたいなもん。で、それこそキャンサーね、みたいなもので、キャンサーって言ってるよね。そう、だから地球上でさ、もう明らかにさ、異常に増殖しちゃってるわけじゃない、人間って。だからこれバグでしょ、地球の歴史からすると、これちょっとやっぱおかしいわけですよ。だから早めに絶滅した方がいい、生き物でしょ、人間はどう考えても。でも我々でさ、現在みたいな感覚があるのってさ、やっぱりさ、自然とか作り変えちゃってるし、ね、で、なんかやっぱりそのエコロジーをさ、もう完全に壊してるっていうか、もう作り変えようとしちゃってるわけだから、やっぱり良くないですよ、単純に。バグでしょ。結局、でも進化っていうことと結びつけると、そうだね、結局そういう遺伝子っていうと、エラーこそがこう進化の元だからね。そう考えると、もしかしたら良いのかもしれない。
だからで、うん、それはコンピューターにはそれはない。となるとね、こういう問題になるんで、コンピューターは進化するのかね、そのバグから何か学ぶことができるかってことだよな。うん、うん、ね、だからそれはコンピューターが欲しがるのは、そう考えると人間のそのバグっていうか、バグ性っていうか、うん、そのすぐミステイクを犯してしまうっていうか、まあそれがなんていうかな、可塑性とか、まあなんか、なんて多様性と違うか、まあそういう普通にこう一応に計算していたら、出てこないようなものを弾き出してしまうのが人間じゃない、うんうん、そのでもね、一方でね、じゃあこういう話をしてみようと思うんだけどね、うん、一気に現代的な方にちょっと振ってみるよ、はい、あのね、俺実はね、SNS というかインターネットの思想っていうものも、まあ、我々も、Windows95 が出た時に12歳、小学校6年生なので、なんていうか、その衝撃を受けつつ、うん、インターネットとかで遊ん、ものすごい遅いモデルとか使いながらね、遊んできたわけだけど、やっぱりインターネットっていうのはね、多様な意見がたくさん蓄積されていくストックメディアとして、あるいはそのフローメディアとしてもコミュニケーションね、いろんなもう世界中とコミュニケーションできると、いろんな意見が聞ける、自分が知らないようなね、全く知らなかったような新たなバグに出会える場所としてユートピアだったと思うので、ね、理想としては。ところが今 SNS の時代になって、まあ、そんなものはね、ほとんど弾き出されてるわけですよ。ほとんどがもう右か左かみたいな、ものすごい単純な二項対立とか、もうあまりにも何て言うかな、すぐこう、言葉尻だけで反応するような世界になってしまっていると。つまりどういうことかというとね、バグに対応できるというか、バグを本当にバグなんて言うかな、バグを人間社会をまた求めていないのではないかという気がする。現在は求めていないでしょ。やっぱそうなんだよね。求めていないと。で、俺は結構それにショックを受けてるわけ。なぜ？なんでだろうね。なんか、なんていうかな、あのね、なんでだろうね。やっぱもっと俺は、なんかな、理想的だ、まあ、民主主義の理想みたいなのを俺結構信じてたのかもしれない。議論してだんだん改善していくみたいな。だから、なんていうかな、そのバグをうまくさ吸収できないことでフラストレーションみたいなのが溜まっていったら、あとは革命しかないわけ。一気に壊して世界を作り直すみたいなものしかなくなるじゃん。でそうすると人がいっぱい死んじゃうからさ、まあ、よくないじゃない、やっぱり戦争とか革命とか。なんか今話が飛んでてよく分かんない。じゃあ戻そうか。いや、うん、でもさ、その、まあ、きれいなシステムっていうかさ、破綻のないシステムの方がいいんじゃない。そうだから、だからそのままだとコンピューターに、要するに我々がコンピューター化してるんじゃないかっていうことを今言いたいわけ。あ、まあでもそうだ、コンピューター化だってね、まあ、法律とか作ろうとするとした根拠とかもやっぱりさ同じことだと思うけど、まあそれだけ安定したね。そう、なんか安定した、そう、他人にいろいろなのを犯されずに、そうそう、生命をちゃんと維持できるような社会システムみたいなのを構築したいから、その国家を作ったりとか法律とかしてるわけじゃん。なるべくそういうものにはそのバグはないようにしましょうっていうふうに作っていこうじゃん、作ってきたわけじゃん、でも今逆にバグがどんどん減っていくことに対してなんか危機感というよりかつまんないよね。つまんないでね、そういうものは。でもね、本当はね、バグこそがやっぱり俺は社会を作ると思ってるわけで、昨日あのロールズとかの哀れみの話とかしたけどさ、ロールズ、ノーシクか、まあ、哀れみの話とかしたけど、やっぱり人間ってさ、なんていうかな、俺の人生とかでも思うんだけど、やっぱね、正しい選択しても面白くないですよ。そうなんですよ。だから俺なんかもう完全に、なんていうの、本当にシステムの中で正しい選択をしてたら絶対ここにいないから、俺が友達になる、俺の正しい選択は君たちと友達になるべきではないという選択だと思うんで、社会的に言うとな。だってこんなの、ね、親が頑張ってさ、大学院とかまで行かせてくれてよ。そういう話、学費とかもさ、高い学費払って行かせてもらってさ、就職先とかも決まってたのにさ、蹴っちゃうしさ、で、そういうのって本当さ、間違ってると俺は思う。でも、間違いは、
この間違った人生の方が面白いよっていう。まあ単純に面白いかどうかみたいな話になっちゃうけど。いやでもそれが基本的に。でも本当にそうなんだよね。でも本当に本当にそう思ってる僕も。うん。うん、まあ作品作っててもそうだしさ、もう結構何やっても思うんだけど、これ何やってんだろうなって思うことがもう最近どんどん増えてる。それはさ、やっぱりこの社会システムみたいなものとか、この、うん、なんかこのまあメカニズムでいろいろなものの、それに、ね、組み込まれてない感じがするのよ。あるいは他のメカニズムだから、本当、僕今実家に住んでんだけど、実家の周りにあの母親が育てて、まあ、僕が買ってきたのもあるけど、まあ、植物がいっぱいあるわけ、うん、で水全部にあげるの結構時間かかる、うん、で、まあ、1回こう今回のところで1回水汲んでジャーってあげて、うん、また戻って満帆にしてまた行ってジャーってあげて、うん、でその成長の様子を見てるわけです、うん、でこれさな、まあ、植物は水必要だからプランターに入っちゃってるから、うんね、だから放っておいたら枯れちゃうんだけど、うん、だからあげる必要あるんだけど、でもこれうん、何やってんだろうなと思う。別に食べるわけでもないし、ただなんかあのあなんだろうな、うん、でただね、あの一つ言えるのはめちゃくちゃ癒せるわけ、うん、そしてあのキュリオシティ的に言うと、まあ地名なんだけど、植物を太陽に当てて水をあげて育てれば花が咲き種ができるじゃない、うん、でどんどん成長するし、これ知ってんだけどいちいちあの感動するのよ。ただ意味はないの、僕にとってそれは何にも、その社会システムとは何にも連動してないの。これとこの感覚と、なんか制作してる時 の, あのふとあの僕は何やってるんだろうみたいな気づいてしまう感覚すごい似てる。なるほど。はって我に帰るわけじゃないみたいな、うん、これはもうなんかどうしたもんかなっていつも思うけれども、でもその意味もそれに対して別になんかこう何の役にも立たないし、意味もないし、あと、うん、まあ、バグというか、なんかだから結局僕がそういうふうに思ってしまう瞬間って、平日の昼間なんです。他の人たちは働いてる、ちゃんと働いてて、うん、そう。でも近所の人たちも、まあ、あの埼玉の田舎なんでみんな車社会だから、まあ、あの駐車場から車全部消えてる、うん、仕事に行ってるから。うん、だからそんな中、僕はなんかもう日曜日じゃないの、日曜日みたいな、あのラフなところで水とかあげてでもその引退したおばあちゃんとかちょっと散歩してるみたいな。でこれはまあ制作もするんだけど、制作をとらえないで植物とか水じゃなかったりとかしてると、やっぱり僕自身がやっぱりそのこの社会にとってのバグみたいなふうに思える時がある。まあまあ何の。いやいや、だから、うん、つまりね、俺はその。得意点を超える、まあ、得意点を超えても超えなくてもいいんだけど、もうコンピューターがかなり支配する世界になって、人間が、まあ、こういう言い方って本当でもおじさんになったなって俺思っちゃうけど、人間がコンピューターがすることへの危機感みたいなさ、なんかだいぶ前の評論みたいな感じになっちゃうけど、あのやっぱ単純なものっていうか、それ非常に分かりやすいね、ものつまりバグに対する許容がなくなってしまっているという危機感が非常に強くある、うん、で、うん、でその時になんで俺がやっぱりその、まあ、荒川さんがなぜ意味のメカニズムね、うん、つまり非常に分かりやすい意味はというか分かっていると幻想しているだけだけども、そういう意味というものをね、うん、言語を追求していった先に身体に行ったかっていうと、結局はやっぱり身体だけは枠として残るんだっていうことなんだと思うのよ、これ。でしかもそのバグっていうものは結構大きなバグで、それはやっぱり一番大きな人が死ぬっていうことだよね。つまり我々の死ってバグなの。まあ今の言い方で言うと、だって持続した方がいいじゃん。つまり安定的に持続した方がいいんだから、こうやってなんかあの人間が生まれて死ぬ、生まれることも死ぬことなのよ。つまり生まれてこうコントロールできないわけじゃない。うまく。まあもっとコントロールした方がいいってことだよね。生とか死との数は。だってすごいこう人が増えちゃって。環境を完全に潰してよ、都市ができたりとか、あるいは、地球の資源みたいなものがどんどんなくなっていったりで、これちょっとなんかちょっとちっちゃい話だけど、じゃあ死なないことの方がバグじゃないですか、そしたら。そうなって本来その生まれてくるのもちゃんと一定に保たれていた方が良かったし、うん、死ぬのもちゃんと、まあ両方っていうことね、
そうじゃないからバグだっていうね。まあそういうことだよね、システムとして。そう、あとさ、その、まあ、コンピューター、コンピューターってコンピュータにとっての人間の価値っていうか、うん、っていうのはそのバグっていう意味以上になんかないかねって思うんだけども、うん、一つはやっぱりその我々がコンピューターにできないものの一つとして、結構なんていうか、この世の中のさ、あるいはこの環境のさ、結構ランダムな、ランダムに満たす、ランダムに溢れてるじゃない、うん、でその中からあるパターンをなんかわかんないけど読み取ってしまうっていうか、分かってしまうみたいなことみたいな、うんうん、で例えば、うん、我々がこう文明を作ったのはやっぱりあのこの 周期性、つまりこう日本で言えば春夏サイクル、サイクル、自然って本当はさ、もともとそんなことが分かる前はさ、まあ、ああ、もちろん、うん、はいはいはい、それはこうただランダムに、ただ訪れるだけ、いきなり雨降ってきてびしょびしょ濡らされちゃったりとか、いきなりカーッと晴れ上がってもう水とか飲めなくなったりとか、生き物が死んだりするんだけど、でも僕ら人間だけじゃないけど、もちろん虫とか、まあ、植物とか動物とかもそうなんだけど、この結構偶然こうなっている環境から、このランダムな環境からあるパターンを読み取って、それを、まあ、読み取って、それを利用してるんだけど、読み取るという能力が、あのコンピューターはそう設計しなかったらできないんですよ。でも我々は何かできてしまう。しかも僕たち人間は何かそのパターンを読み取る能力自体にもどうやら可塑性があるというか、うん、全く新しいパターンというか環境が来たとしても何かああじゃないこうじゃないして、結局あこういうことかって言って、まあ、読み取ってしまってきたわけじゃない。これはコンピューターの欲しがる能力なんじゃないかなっていうふうに。なるほど、うん、ランダムなものの中にパターンを生み出すっていう能力。面白い、うん、ちょっと荒川さんのそれ話を思い出したんだけどね、うん、荒川さんと小林康夫さんの対談の時にね、話の話題になってたのがね、うん、火星に春はあるのかっていう議論してた、うん、あるのかな。その春ってどういう意味の春。いや、分からない。それはもうただそれだけの問いだから、どの意味の春とかではないんだよ。火星に春はあるのかっていうふうにとって、なんかあったかもしれないっていうことは言われてるよね、うん、いやいや、あ、水ってこと。いやいや、文明が、文明が、うん、文明とかの制度ですね、うん、いや、文明とでも春は関係ないじゃん。季節、なんで季節は文明なの。自由を放火する季節と文明は違うんだけど、うんうん、でも住めなかったら春なんてない。生物は住めなかった、向かっていたかもしれないって想像力もあるよね。いや、まあ、いてもいなくてもだって春はあるかどうかっていうことを考えれるじゃないの。住もうが住まないの。そうなの。春ってどういう意味の春。いや、分からない。季節が何だから、季節の春。いろいろな空気が巡りたりとか、人間がやっぱりこう、やっと冬が終わったって。うん、そうか。そういうものかもしれない。うん、そういうものかもしれない。そういうものかもしれないね。え、じゃあ、私が何が言いたかったのかよく分からなくなった。季節の例えで。俺、季節の例え出してないのか。いや、季節の例えは四季がっていうことで、四季が王から何か読み取ってしまうみたいな。人間、まあ四季を読み取ってしまう。それは、いや、だからそれは、周期。単純に。で、これ今みたいにその、周期を読み取ることで、それパターンじゃない。パターンの繰り返しを読み取ることは、それはコンピューターでも可能でしょ。そんな単純なのは可能だよ、もちろん、うんうん、でもそうじゃないよ。一番初めのこと考えて、一番初めはその周期は知らなかったわけで、我々人間も。それはな、環境の話だからな、うん、環境の話。地球が、太陽の周りを一周するっていうことぐらいは、コンピューターにはそれは簡単に計算できることじゃない。だからそれは周期性は感じるでしょ。計算可能じゃん、うん、サイクルは計算可能でしょ、うん、パターンはそのサイクルと、いや、パターンも普通計算可能なんじゃない。
あらゆるパターン計算可能じゃないよ、ね、そういうそのアルゴリズムがなかったら本当はパターンがわからないコンピューター。いやでもアルゴリズム、ただアルゴリズムをどこから持ってくるかっていう時に人間のさっき言ったそのバグとかバグとかにさえ我々は何らかのパターンを見出そうとしてしまうわけ。だって意味を探し出そうとし勝手に考え始めるわけじゃない、本当は意味なんかないのに、ないかもしれない、それを利用 しようとする、それはあの価値があるんじゃないかとコンピューターは考えるんじゃないかなっていうふうに思ってる。だからその程度だったらコンピューターは考えてしまうと、でそんな感じはする、だからまあ、じゃあ僕らの価値何、もう有用性。いやだから俺はやっぱりね、そのやっぱりその身体の形みたいな、これがバグを生んでると思うので、さっきのあれだよ、その興味、いや好奇心イコール僕はそのパターンを読み取ろうとしてしまう、そのパターンを読み取ろうとしてしまう能力っていうのは結構いろいろなものに何か意味があるんじゃないかと思ってしまう。その初動だよね、意味を読み取ろうとする欲望のことでしょ、うん、まあそう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 、好奇心のね、それそれ、その点についてはどうしてる、それがイコール人間なんじゃない、うん、まあ、その点についてはどうしてる、そのサイクルっていうのはちょっと遠いけどな、サイクルに対してっていうのはちょっと遠いけど、あ、それは例えばです、例えば、例えば、そういうものじゃないような気がするけど、うん、うん、っていうことかな。まあでもね、だから俺はね、やっぱね、この身体をという場所を捨てると、うまくこうバグみたいなものが発生しない、発生っていうか、つまり我々の特殊性をそのバグみたいなものに置くのであれば、この身体からそのバグが発生しているはずなので、この体を捨てるというか体を変えてしまうと人間的なバグは発生しないんじゃないかって気がしてるわけ。わかる。だからアルシンの場合、あの俺は例えばその、まあ、我々がお世話になってるあのケロッピー前田さんって、あの、ね、グレートジャーニーだっけ、クレイジージャーニーかクレイジージャーニーに出てる人だけど、まあ、身体改造ね、うん、でこの辺でこうなんか埋め込んだりとかさ、まあ、極端な人になると指を切ったりとか手切ったりとかね、いろんな人がいるけど、まあ、あるいは何か付け加えたりとか、まあ、サイボーグになってるみたいなね、でそういうのに、まあまあ、いろいろやってる人がで、そういう方向に行く人たちもいるのは分かるわけね。この体を変えることによって自分の特殊性というものが、特殊な感覚というものが、あるいは興味の対象というものが持ち方が変わってくるはずだからね。でそれはそういう方向があると思うんだけど、俺はこの身体にとどまった上で、なんていうのかな、こうもうちょっとチャレンジしたいというかと思ってるので、まあ、ピアスすらも開けてないわけだけど、なんていうかな、だから俺やっぱりね、変えたら単純に変わっちゃうだけだと思うんだよな。だからまだこの体のバグの特殊性みたいなものが分かってないから、もうちょっと追求したいのよ俺はね、っていうタイプで。でアルシンの場合は、あの今回の下の映像みたいな感じで、まあ、顔があって、顔とか頭と手があるみたいな、ああいう状況のものを想定するわけじゃない、うん、でも現在の僕たちのために想定してるだけ、想像してるだけ、結局はとか。で、そういう、まあ、で、変わったらさ、ああいうふうに変わったら、やっぱりその特殊性も変わるわけだよね、人間としての特殊性も、うん。でもそういう時に、本当にもう、だから僕らは、例えばあの虫とかになれるわけです。いいね、きっと。あ、まあ、虫型のなんかそういう身体のガジェットみたいなものに、こう意識を与えて移せるわけです。その時に多分、僕らはほらあの脳のさ、あのホムンクルスっていう手とか足とかの傷がこれあるわけで、身体イメージの発生というのがあるわけで、脳の中にあるわけじゃない、そういうモデルみたいなものを持って、そういうだから虫の身体モデルを持って、その中にあの自分を入れ込むじゃない、そうするとね、虫の身体感覚の思考に変わると思う、うん、だからこの辺の胴体がない、つまり内臓感覚とかがなくて、手と頭だけある身体感覚ってどんなんかなっていうような想像力で、その想像力
に対して、じゃあ今の僕たちとそのタイプのどう見ているのかなとか、どう違うのかなっていうふうに想像するためにですね、ちょっと待って、お手洗い。なるほど。じゃあちょっと何か、お二人から考えをちょっとトイレに行っちゃったんで、どうなんだろうな。ちょっと昔話でもしようかな。僕があるが信じがあったのはいつなのか。学生時代ですね。大学院に行った時にあったような気がしますよね。じゃあ、あるが信仰と、このキャンサーのメンバーでいうと、おそらくあるが信仰だったのが一番古いはずで、2007年とか2008年とかそんなもんじゃないかなと思うんですよ。僕が大学院に入ってからなので、2007、8年ぐらいだと思うんですよね。だから10年ぐらいか。まあ言っても10年ぐらいですけど、の知り合いで、まあ、当時からずっと黄色い作品を撮ってましたね。だから昔は何の話してたか覚えてないけど、でもなんか結構仲良くしてたのかな。ちょっと昔話でもしようかな。昔話、ああ、いつ出会ったのかっていう。あの2007、8年あのアートバトルロワイヤルを、いや、それよりは全然前だよ。やった頃よりちょっと前ぐらい。あ、それでも光があるんですかね。ちょっと前ぐらいですね。切れる、あ、ちょっとですよね。さ、はい、あ、ったら、ここは切ってます。これで、うん、アートバトルロワイヤルっていうのがあったんですよね。2010年だと思う。で、それよりちょっと2010年に、あ、でもね、その話は、でもその話は必要だった。2010年。2010年の、あ、じゃあもっと前からですね。だいぶ、まあ3年ぐらいはないでしょう。2007年ぐらいだと思うんだよ、俺。あの、まあ、いつ出会ったか忘れちゃったけど、なんかピアメンタリー、まあ、とにかくさ、いろいろな勉強会とか、そういうのをあの人を集めて、なんかこう、個人的に開くっていうかね、こうオープンじゃなくてね、クローズで開くっていうことをいっぱいやっていて、それにたまに呼ばれるメンバーだったかな。まあ、それでもあるね。うん、でも、なんでだかって、もうあんまり作品を見たのもな、どれが初めてかわかんないんだけど、まあいいや。で、その後、じゃあちょっとアートバトルロワイヤルの話させてね。で、アートバトルロワイヤルっていうのが、2010年に、今、ナディとか入ってるビルの一番上の階、4階だったかな、に、マジックレームっていうギャラリーがあったんですよね。で、そのギャラリーで、2010年に、いわゆる今で言うと、あの時アートコレクティブっていう風な言葉をまだ使ってなかったけど、いわゆるアートコレクティブが集まったイベントがあったんですよ。で、毎週日曜日に連続で、ちょうどその頃ユーストリームが出てきた時で、動画配信ですよね、ができるようになったっていう時で、まあそのぐらいのスペックになってきたわけだな、インターネットとかの、あの、通信の回線の速さがね。で、ユーストリームで、イベント、まあ、4組かな。多分4組の、うん、アートグループ、本郷のアートコレクティブ、ワンダーサイトの、あ、やったやった、展示したね。で、そうそう、本郷の東京ワンダーサイトっていう、東京ワンダーサイト本郷っていうところで展示をすると、その4組が。っていうことで、合わせて、マジックリームの岡田さんっていう、まあ、コレクターでもあり、まあ、ギャラリーとかも運営してるような人で、が、グループ同士を戦わせるんだよね。そう、っていう、コンセプトでグループが集まったんですよ。で、その中に、今残っているのはもはやカオスラウンジだけかな。カオスラウンジだけですけど、カオスラウンジで、オーフォーっていう京都の男4人のチーム、それからナムさん、まあ、ナムヒョジュンとか入ってるんですね。で、ナムヒョジュンは今上海でやってますけど、あとイチロー君、遠藤一郎、名前忘れちゃった、ナウナウっていうグループだったんだよ。で、もう一個がディグ&バリー、あ、もう一個あるのは 5チームだった、ディグ&バリーっていう2人のチームで、これはもう、これもまだ、個人的には2人ともアーティスト、2人チームなんですけど、この活動をしてますね。それから、もう一人が栗原森本、5チームだ、栗原森本っていう、多分この、いや、もう一つ、5じゃない、なんて、あの、喧嘩っ早い人たち、あ、そうだ、なんだっけ、スワップファブリケーション、スワップファブリケーションっていう、うん、喧嘩っ早い人ってあれだけど、あの、ヤクとか上手い人ね、そうそう、で、ちょっとあの年上だったんですけどね、スワンプさんだけが、うん、で、まあ、新しく出てきた、ちょうど本当にあの時コレクティブが良かったんだよな。だから実はあの時期が、あの、我々が、我々の世界とちょっと同期してたな、その時、そうやって考えると。だから、
あの初期ですよね。でその後 3.11 が起こっちゃうから、あの一気に全部こうみんな活動がうまくいかなくなっちゃうんですけど、まあそういうことがあったのよね。やっぱ俺 3.11 は本当に大きかったと思う。で あれすげえ盛り上がったもんな。あで僕がどうやって関わってたかっていうと、そのイベントの司会者っていう立場。そう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 。で毎回ユーストリームを配信するときの司会者で、うん、なんか。なんていうんだよね、なぜか司会が一番怒られるっていう。だから俺あの時ね、あの時目指してたのはアート界の田原総一郎になりたいと思ってた。全然慣れてなかったでもさ、今ねそれが面白かったけどね、うん、なんか分かんないけど、大体俺の悪口を言うね、あのね、ラジオ番組とかね、うん、あの、あそこモグラグ、モグラグ、うん、モグラグラジオで俺の悪口を言うっていうだけの回とかあってね、あれ面白かったね。でもそうやってさ、みんなさ、本当にさ、でも本当にね、ものすごい盛り上がったし、なんでかっていうと、やる気あったんだよ、あの時。瞬間的だったけど、うん、あの時、なんか、その、インターネットも、もう全部返して、まあ、現実の空間も返して、こうなんか、あの、若い世代のアートシーンみたいなのが完全にあった、あの時は。存在してるなっていう感覚は。で今でもね、なんかね、すごいね、田舎の山口から来ましたとかいう人が、うん、いや、アートバトルロワイヤル見てましたっていう、そういう人もいるんだよ。家で見れるっていうのも、家で見れるというのもいいし、で、ある、まあ、展覧会とか、本当リアルの空間があって、それを、それに対して、自分家でいきなり配信して、それに答えるとかもできるし、そういうものがこう、面白かったね。結構複雑にこう、うん、やり合うことによってこうある熱量が生まれて、うん、でこれがシーンになっていたっていう感じがする。でそれのコアがやっぱり、うん、あのアートバトルの場合だったね、うん、あの時はね、あの時は。でただその後、まあ、3.11 で全部聞いちゃって、でまたあの最近ね、またコレクティブっていうかアートコレクティブのようなのがいっぱい出てきてるんだけど、うん、で俺が、まあ、キャンサーを作った話ね、まあ、ちょっとこれインタビューで答えちゃってるんだけど、言うと、うん、やっぱり今のアートコレクティブってあの作品が中心じゃないっていうふうに説明したいんだけど、まあ要するにね、あの個々として成立しているアーティストが集まったあのアートコレクティブって日本にはないのよ、実は。実はないのね。で、まあ昔はあったのね。だからあの例えば荒川さんがやってた、ネオダダとかね、ネオダダイズムオルガナイザーズとかは、まあ、初めはそうでもなかったことで、でもやっぱりちゃんと個としてそれぞれ違う作品を作ってる作家たちが集まって、コレクティブを作るわけね。なんだけど、今の日本のアートコレクティブってちゃんと強い作家たちが集まってることによってより強くなっているチームができるっていうか、そういう構造になってないと思うのね。あくまでチームが先にあって、でその後個人がついてるみたいな感じになってるんだよ、俺のイメージで言うか。まあ、そう、ただ嫌われるんだよね、うん、その両方あるっていう単純に。いやちょっと待って、それ早いね早いけど、まあだからキャンさんの場合はあの確実に、あもう一個一個の作品を作る力がある作家を集めて、で、まあ、最強メンバーで作りたいなっていうふうに思ったってこと、うん、だけどそれは嫌われるの。嫌われるのは単純に、どっちかにしなさい、集中しなさいよっていう、これ考えがあることでしょ。コレクティブか個人の作家かってことでしょ。それはジャパンとかの話だから全然違う。いやいやいや、そんなことない。例えばチンポン考えてみて、さっきのモデルで言うとチンポンって、まあ、それあれもともと飲み友達とか、そうだね、なんでそれぞれあの作品作るけど、うん、個人個人で別にこう作るというよりかは一つのチンポンというもののために捧げてるわけじゃん。そうだよ。 それで初めて成立してる、うん、でまあ、今となっては個人がちゃんと見えてきてるけれども、うん、初めはでもさ、個人だからチンポンはアーティストの集団じゃないじゃん、うん、だからコレクティブです。だから、うん、コレクティブでしょ、うん、でピサが言う、いやだからキャンサーは、うんうん、モデルとしてはまあチンポンだよね。そうだよ。だからキャンサーはコレクティブ、ね、コレクティブって言ってないよ。だからオーガニゼーションって言ってるじゃん、うん、だから今回の作品も、まあ、確かに作品は混ぜてるよ、俺が一緒にやれとかって言ったよ。ただ共同制作をしてないから、展示とかについてはあのそれはどうしてもそうなんか言うけどね、同じ場所とかになるから。実はだから同じ作品を実は作ってないの。だから我々はコレクティブじゃないんです。まあ難しいところだけど、共同制作は作ってない、つまりあの連名で一つの作品作ってないでしょ。
まあ、いずれ作るかもしれないけど、実は、うん、まあ、その言葉の上ではそうだけど、うん、実際のところ僕も Q 君も影響を受けたってことでしょ。そう、うん、っていうか、まあ、お互いに話すしね、こんな作品作ろうと思うんだけどどうだよとかね、実際のところ、うん、それに僕も Q 君も、うん、例えばメンバーの菅君のアトリエで、うん、菅君と協力しながら一緒に作ったりとかしてる。ああ、そうだね。で、実はそういうふうに有機的に結構そうやってしまっている。いやいや、だからそれが有機性だ、うん、だからオーガニックって言ったのは俺そういうこと、うん、ただ最後に作品として出るときはやっぱりアルガ慎吾名義、菅祐介名義、方向級名義で出すわけだから、うん、そこの作品の最終的な責任は、うん、あのみんな個人が取ってるね、作品の。わかる。だからそこはすごい役割分担してるわけ。だから俺今回そのキュレーターっていうのはキャンさんについては絶対名乗らないようにしてるけど、別にこう今ある作品をキュレートしたんじゃないんだよね。で、俺はただ単にあの、展示全体のコンセプトとかっていうのは俺があのせあの要するに俺の責任の分野っていうのを明確にしたわけ。キャンサーっていう単位で言うと俺が全部責任を取るわけ、ね、なんだけど、作品単体については、作品というレベルについては、すべて個々のアーティストのものですというレベルで、まあ、まあ、役割分担しているということですね。だから別に、なんていうのかな、作品を配置しましたという感じ特にないし、だから何してるか俺もよくわかんないんだけど、なんかまあ混ざりながらやってるかなっていう、まあ、ちょっと新しい形態ではありますよね、やっぱり。だと思うし、まあ、これが俺は正しいやり方なんじゃないかなと思ってる。だからお互いに緊張感を持ちつつ、しかしながら協力していくっていうか、そういうチームがいいのかなって感じ。まあキャンサーについてはそんなの、うん、それが、これっていう作らなければならなかったって言うんですか、うん、その どんな要請によって作ろうと。それは簡単ですよ、うん、全員がくすぶってるからってなんですか。俺は単純にそれだけ。みんなが本当は力があるのに、若い頃の方がむちゃくちゃやったりとかね、すごい面白い力があるのに、ギャラリー任せ、美術館任せにしていたら君たちの面白さが出ないからですよ。だから僕は本当は面白い作品を見て、あの批評だけやっときたいかもしれない。事務的なこととかめんどくせえから、こういうのめちゃくちゃ嫌いですよ、大嫌いですよ。だけどやんなきゃいけないと思ったのは、君たちの実力を存分にやりなさいと、ね、バグってもいいと。で、説明とか俺作品聞かないじゃん、ほとんどのあのアイデアが出てきた時で、その状態で、まあ、やれと。ただ俺が面白いもの見せてねっていうだけだけど、でもそういう空間をとか場所を作ってあげられる人が残念ながら、あのこの国にはいないと、ね、君たちね、同世代についてでも、まあ、少なくとも同世代については俺はそのすごい共感もあるし、あの、まあ、信頼関係もあるので、まあ、それは俺ができるし、まあ、やらなきゃいけないんだなっていうか、まあ、一番面白いものを見るためには自分でやっちゃうのが一番早かったっていうか、そういう感じかな。ただ単にそういう要請で、うん、まあ、そういうことですね。で、やっぱり個人でやるのってすごい大変なんだと思う。で、やっぱりちゃんとギャラリーとかでチームを組んでね、あのすごいチーム、強いチームを組んで戦略を持っていかないと、あの世界で勝てないので、世界でも全然勝てないので、で、みんなあの同世代の作家を含め、まあ、あるいは先輩も含めてですね、みんなその海外に行ったらもうただ単になんかこう西洋かぶれになってるって感じが俺すごくするのよ、誰の活動を見てても。で、その海外に合わせちゃうっていうかのが俺すごい嫌なわけで、西洋のファインアートというものが西洋のものだけど、だし俺はそれに、俺たちはそれに憧れたアートを始めたわけだけど、やっぱりすごい不満がありますよ、あの我々が迫害されているというか差別されていることに。で、アルシンと一緒にそのドキュメンタとかあのニュースターとかベネチアとか行ったわけだけど、アルシンがいいなと思ったのはいつもさ、あのただ単にお前の英語が下手なだけなんだけど、コーヒーって言ったのに、あのねコーヒーうん、あのスタンドとかでコーヒーを頼んだ時なのにコーラが出てきたりしてで、俺あのこれは差別だ、俺は差別されたって言ってたじゃん。差別されまくったんですよ。タバコ一つ買えないみたいな、タバコ一つ買わせてもらえないのかって差別主義者と思った。それは俺ギャグだよそれ。
ギャグなんだけど、でもやっぱり差別されることって本当にあるんですよ。まあ当然だけどあるじゃない。あるあるある。で、それに対してね、ビビるんじゃなくて、マジでガチでキレていくっていうね。っていうことが俺は必要だと思うの。少なくともアートの現場では。で、アートの現場でも必要でしょ。だって、なんかさ、ね、政治的にね、みんなで、まあ、政治的に正しいね、民主主義みたいなこと言うんだったらね、だったらな、俺らの面白さも理解しろ、バカって感じですよ。あの、な、俺らの理解しようと努めろよ、お前らの。っていうふうに西洋の奴らにも言いたいわけ。全然話が変な方がいい。いや、でもね、でもね、でもね、やっぱりその、あの、ある程度彼らに分かるような形で翻訳する必要があると思いますよ。つまり日本語を英語にするっていうことが簡単に言うとね、それは必要がある。しかし、やっぱり、その、我々のやり方を、あの、ファインアートに合わせていく必要ないよ、別に。我々は我々がファインアートだと思うものをやればいいだけだから、ね、その上でその面白さをちゃんと伝えていくっていうことをやっぱりあの日本人っていうか日本のアート業界はあのサボったと思いますよ。で、あのそれをあの、まあ、僕はやっていきたい。ただその全員をやるのは無理なので、このキャンサーというチームについては俺がやっていこう、まあ、俺がやっていきますよっていう宣言みたいなの、チームの方が有効だと思ってる。というふうに思ってる。個人だったらやっぱりあのものすごく大変なんだと思う。で、それは俺はやっぱ村上さんを見て学んだ。村上さんは開拓機器っていうチーム、企業を作ったわけだけど、でもやっぱり自分が社長でやるアーティストとしてね、それはものすごい大変なことだね。で、村上さんはすごいと思うよ、だから。でも、あのパワーがあるやつっていうのは、やっぱりあの村上さんしかできてないわけだよ、実際。だからあの方法はすごいけれども、あの方法から学んで、まあ、違うやり方でやらなきゃいけないなと思ったわけ。だから俺その実はキャンサーでファウンダーって名乗ってるけど、ね、あのファウンダーって名乗ってるのは村上さんへのリスペクトでもある。開会期でその村上さんが今その、まあ、彼の言葉で言うと中小企業の社長って言ってるけども、そういうようなもの、いや、その社長の役割は俺がやるって言うと。でその代わりなんていうかな、まあ、役員じゃないけど、まあ、会社で言うと分かんないけど、まあ、だから、まあ、ユーゴ君パートナーっていう名前にしてるけど、まあ、パートナーで、君らとして、まあ、僕がまとめる最後の責任は取るけれども、モデルはそういう企業なの？家族とかではない？家族でもあるよ。だから企業っていうのは、日本においては家族に非常に近いと思うわけ、これは。だから、その、ある種の社会保障的な面っていうかな、企業ってそうじゃない？そういう面あるじゃない？ちゃんと葬式とかにさ全員来たりするじゃん。さっき言ったそうだから、そのキャンサーはモデル何なんだろうと思った時に、やっぱり家族とか親戚とか親族、そういう親戚、親戚的な関係性にしようとしているのかなっていう。いや、俺はね、しようとしてるわけじゃなくて、ああそういうのがいいなっていうのにだんだん気づいてきたっていう感じ。この2年間主な活動は表に出ないで、ずっとこうグループメッセージで人の、なんて言うんだろうな、なんかこう、嫌なことがあったりとかしたら共有したりとか、嬉しいことがあったら共有したりとか、まあ、本当に、ただ、本当に数年間、ずっとそういうことばっかりやってた。だからまあ、1週間やり取りがないってことはないよね。大体毎日なんか共有してたと思うから、スレッドすっげえ長いんじゃないかなと思うんだけど、まあ、絶対公開できないんですけどね。まあ、そういうで、これ、まあね、でその親族という話を僕がしたのは、だ本当にいいなっていうか、そういう、あ、そうなんだなって気づいたのは、最近、まあ、あるメンバーの、まあ、一人のメンバーのね、お父さんが亡くなったんですけども、それに、キャンサーでその情報を共有して、で、みんなでお葬式に行ったんですよ。ね、髪がこんな色のやつとか来るわけですけど。でその後お通夜に行ったからね、お通夜でご飯出るじゃないですか。でご飯出た時にみんなでバカみたいにビール飲んでね、でお寿司食って、で何の話してるかっていうと、アートの話してるんだよね。でも僕はそれによってやっぱり、あ、これはすごいいいなと思った。だからお悔やみの話をするんじゃなくて、結局いつも通りのことをやってるっていうか、日常に戻るっていうかな、そういうきっかけとしてキャンサーがあるっていうのは、なんかね、まあ、
まあ、本当なんかうまく言えないんだけど、こういうのがいいなって思った。だからそのアートはアートでさ、実生活、我々の実生活とか、例えば僕の母親とか父親とか兄弟とか、そういうあのアート以外の性っていうか、うんうん、これ結構切り離して考えたりするわけじゃない、うん、まあ俺の場合はちょっと違うんだけど、ね、本当はね、うん、そうそう、だけどさ、そうじゃなくなってたじゃない、あのキャンサーというグループは、うん、ある人、あのメン、あ、子供のメンバーのメンバーして、そのキャル、あるキャンサーのメンバーのお父さんとか亡くなったら、てか親戚とかさ、あの、まあ、本人がさ、いろんな人に連絡するの大変だから、そうそうそう、誰かが代わりに、じゃあ私がやってくれって言って、ね、あのいとこに全員知らせる、うん、役をしますとかって言って役割するわけじゃないですか。 それをキャンサーがやるっていうことですね。そういうこと、それこそがでも共同体なんだなと思ったわけ、うん、これは新しい共同体のあり方だなっていうのは実はあの時初めて気づいた、実はアートの話したけど、でもその場はアートではないよね、はい、もうその人の性そのものだからね、うん、人生そのものだから、で それはまあ一緒にやっていこうよっていうグループ、そういうことで親戚できること、親戚、家族でもないし兄弟でもないし、だからその代わり家族ってさ、過度にさ、その相手の人生に入り込むとやばいじゃん、うん、あの大体喧嘩になっちゃうから、やっぱりで、あのサラリー、まあ、普通に就職したりとか、だからその仕事の関係に過度に入り込むっていうのはやっぱり良くないんだよね、うん、である程度の距離を保ちながら付き合っていくっていうか、まあ、すごく微妙な関係でしょ家族って、うん、なんだけど集まった時一番信頼してるのは家族だったりするわけよ、うん、本当に困った時に助けてくれる、うん、まあ、もうボケちゃったりとかして面倒見てくれるのは家族なわけ、うん、やっぱりそういうのってのはものすごい不思議でしょ。で、かつもう一個よ、今回のキャンサーの展示で一番最後に引用してる一番の文章で、ね、一番初めには荒川さんの、同じ違う似ている、ね、世界には3つしかない、同じ違う似ているだと、で似ているっていうのをテーマにしてるわけだけど、最後の文章ね、もう時間がないからやあの、まあ仕方ないから本を出版するんだっていうね文章なんだけど、あれはミトゲンシュタインなのね、ミトゲンシュタイン あの哲学探求の、前書きで一番最後の言葉なんだけど、僕がやっぱりそのミトゲンシュタイン、ミトゲンシュタインってすごい実は哲学探求では似ているっていうことをものすごく強調してるんだよね、皇居ミトゲンシュタインね、うん、で、まあいいや、その中でも、まあ、最近東さんが言ってるけど、東博士がね、家族的類似性ってすごい有名な概念なんだけど、家族的類似性、ファミリーリゼンブランスっていうんだけど、でね、家族ってさ、なんか似てるじゃん、うん、でもその範囲ってなんかわけわかんないんだよ。だから親戚とかでさ、全然会ったことないやつらがいきなり来るのに、わあなんとかさんに似てるわねとかって、全然知らないやつと似てるとかって言われたりする、まあ、あるあるで、あるあるでしょ、うん、あれ意味わかんないじゃん。でもそのよくわからない似ているという感覚こそが家族を作っているわけ、うんうん、類似し、我々は類似しているんだという感覚を共有することによって家族って出来上がるわけね、うん、で例えばね、その家族の範囲って本当に可塑性が大きくて、例えばペットってわお母さんに似てるわねみたいな話するじゃない、うん、顔がだんだん似てきたみたいなペットの、うん、っていうぐらいまで家族ってなんか拡張、家族の類似性によってしかも、うん、拡張していくわけ、うん、でこういうものはすごい面白いなと思ったわけ、うん、でその似ているという感覚を徹底的に追求してみたいなっていうのをまあ思ったっていうのがありますね。そのキャンサーというチーム自体の類似性っていうのもあるし、あつの家族的感覚っていうものとその類似性っていうものはどういうふうに関係しているんだろう、つまりウィトゲンシュタインがなぜそこでファミリーリゼンブラスって言ったんだろうっていうことをまあ実は考えております、うん、っていうことも実は関係してる、まあ、これ個人的な、まあ、コンセプトの話かもしれない。まあ、そういうことを考えたらちょっと読んでないし分からないんだけど、うん、で僕もその似ているっていうことで思ったのは、ほら、同じか違うか、あるいは似ているしかないっていうふうに荒川さんが言ってる。でこれさ、私っていうことに、うん、を前提にして考えると、その似ているっていうのは確かに家族とかかなとは思う、うんうん、だから同じっていうのは結局私かどうかっていう問題で、例えばその私らしさを感じられるかどうか、うん、でその範囲ひとまず、同じっていうのは身体だと思うんだよね。だから、同じっていうか私そのもの、この指先は同じか違うかというと同じなんですけど、私だから、うん、私か私でないかというと私であるということになった。でこの
まあ、椅子のこの、うん、肘掛け、肘掛けは明らかに渡してないっていうのがもう感覚的にこれ地面だって分かる。そうで これをベースに考えていくってことだよね。でこの隣にいる人はじゃあ何っていうところだよね。人間でしょ。そうただ私っぽい部分あるな、なんか似てるなみたいな、この感覚だよね。でこれの際だよね、実はだからあの似ているっていう膨大な似ているに満たされてるんじゃないかなと思ったから、まあ、俺もそう思ってるよね、実はね、うん、同じ、つまり私はこれしかないわけ。でも私らしさみたいなものの、に似ているっていうものを、まあ、見出したりとかしてるわけ、うんうん、ちょっとな、うん、いや、そう、そういう感覚だね、うん、似ているっていうことに関しては、うん、だからね、俺あの今回ね、このキャンサーのテキストでパースペクティブを、うん、まあ、新しく作り変えなきゃいけないんだっていうことを言ってるんだけど、うん、パースペクティブっていうのはね、世界に似ているだけでしょというふうに俺は思ってるわけ、うん、俺の理解では、うん、あのイリュージョンだからね、あれ、うん、世界、我々の空間認識と実は似ているだけでしょ、うん、あのこう直線的なこうやってね、消失点に向かって。でも本当に我々はそんなに直線的に空間を認識してるんだろうか。ただ似ているだけのはずですよ、うん、ね、そんなにあんなの論理的なこと認識はしてないわけね。なんだけど似てるわけ。じゃあどこがどう似てるのかということを考えなきゃいけない。でまあ、それを解明することによっておそらく新しいパースペクティブが作れるだろうというのが、まあ、一つね。で、一気にちょっともっ と根源的な俺の興味の話までいくけど、人間、我々が似ているということね、うん、この二人は似てるじゃん、うん、っていうところの一番根源的っていうか、もうちょっと初めの方まで昔まで戻っちゃうと、うん、俺が興味があるの、我々ね、種族として同じなわけよね、ホモ・サピエンス・サピエンス、うん、で、ホモ・サピエンスっていうものとして我々似てるわけね、うん、で、他の人かの生き物はね、死んじゃ、絶滅しちゃったわけですよ。なんだけど、人かの、で、最後に残ったのは、ネアンデルタールと我々だったわけね、うん、で、ネアンデルタールがここにいたらね、どう感じるんだろうっていうの。似てるって思うだろうね。でも我々の似ているとは違う似ているだろう、だよね。人間同士の似ているとは違う似ているだろう。でしょうよね。でそこをまでを俺はとりあえず解明したいなっていうのを、うん、そこが知りたいすごく、うん、で我々はあの 1% ぐらいだったかな、ネアンデルタールの違う知っていうかなんか、まあ、あの遺伝子が入っているということ 1% 多かったね、もっと少なかったね。交配したってことだよね。そう、交配した間違いないんで、つまり子供、あの子孫を残すことができたのでものすごく近いです、うん、似ている、少なくてか同じなのかな、同じじゃないとできないのかな、ちょっとよくわかんないけど、そこはちょっとまだ整理できてないんだけどね、まあ、ものすごく似ているのか同じなのか違うのかわからないけども、そこのラインによって同じ違う似ているということ、つまり我々の心だ、実際こう体とかは非常に似てるんだけどやっぱ違うんですよね、骨格は。脳の大きさとかも違うしね、あの体の大きさ全然違う、胴体がすごいでかかったりするんだけど、だからそこを知りたいなっていうところが、まあ、俺の結構根源的な欲望です。欲望っていうか、まあ、知的な興味のもとで、そういうことを想定しながら、まあ、このキャンさんの展示とかも考えてますね、実は。ネアンデルタールという言葉は使ってないけどね、今回は全く、うん、そういう感じ。ちょっと、日本語トイレ、すごいトイレ行く、頻尿なんですね、すいません。黄色いのが好きだから、ね、じゃあなんか、もう一回質問タイムあれば行きましょうか。なんでもいいですけど、斉藤さん の、はい、あのパートナーという立ち位置のこと、ユーゴさん、ユーゴ君のことはご存知？あ、知り合いです。あ、そうですか、はい、お二人ともユーゴ君は、あ、違うんですか、うん、ユーゴ君のパ、あのね、ユーゴ君って、はい、あの我々あの、ね、ユーゴ君ね、だからね、我々のが家族だとするとペットです、はい、ペット、うん、だから正直なところ人間としての話はあんまり合わない、はい、合わないっていうか何言ってるかよくわかんないですよ、斉藤さんが。そうリュウゴ君がね、うん、なんだけど、あの、うん、ペットがいると癒されるし、うん、
やっぱそういうのって必要じゃないですか、子供とか家族の中で。だからやっぱ優吾くんがいるって、優吾くんがいるってことはすごく重要だと思うし、でそれがで、まあパートナーっていう位置づけはあと後付けで考えてます。だから初めはチアリーダーっていう風に位置づけで、予防で応援団、ね、少なくとも一人が応援してくれる人がいるっていうようなものとしてやろうっていうアイデアで、まあ優吾くんでもね、まあっていう風に言ってるのと、で僕がそのファウンダーっていう名前にしようと決めたので、で初めまあね、これね、だんだんやっぱ変わってきてるんですよね。2年前に何しろ作ってるから、2年前に一応作ったのが2年前なんですよ。はい、で初めて公になったのがこの展覧会なんですけど、で2年前に作った時はね、何だったか、何にしようって言ったかな、忘れたけど、なんかまあでもチームリーダーって言ったんじゃないかなと思うんですけど、そういうふうに僕位置づけてたから、まあ、彼はチアリーダーって言ってたんだけど、僕がファウンダーっていうんだったら、やっぱりパートナーっていうふうに言うのが一番適切かなっていうふうに思ったっていう、そういうことでパートナーと言ってます。そう。優吾くんの位置づけ。具体的にはチームの中で斉藤さんは何をするんですか？いや、俺もよくわからない。だから作品作るという局面では何もしない人。はい、アーティストではないんですよ。そうですよ。アーティストではないので。で、うん。ニートなのかなと思った。まあ、ニートじゃない。いやでもアーティストとニートの違いっていうのは結構根源的な問いですよ。あ、まあニートじゃない、フリーターか、アーティストは。まあだから労働していないから、まあニートなのかもしれないけど。じゃあ何をワークしているのかとかさ。彼はでも、アクションのみあるやつだよね。僕らの中では一番年上にも関わるの、一番そう頼りにして、頼りに思っている人が誰もいない。ただ、だけど、年を出てる方がいてほしいというか、隣に いててみたいな、いるとすごく落ち着く。ほら、だからやっぱペットでしょ。重要ですよね。ペットとはまあ感覚は違うけど。なるほど。なんかテキストとかを書いたりするわけ。そういうことも、彼はしますよね。ただテキストします、他の。ただテキストなんだ、僕なんで。テキストをこの人書くから、だから必要なくなってしまう。だから存在意義みたいなものが本当彼はいろいろやっていて、はい、そうテキストも書けるし、そうそう音とかも作ったりもするし、はい、コミュニケーション能力も高いし、はい、だけど全部他の人がもうできる人がいるんでやる必要がないので、だから本当に何もしない人みたいになってしまっているけど、今回は、この会場とはまた別のところで、まあ、展示じゃなくて、まあ、イベントな、イベントみたいな感じのものを企画したりとか、まあ、そういうことライト企画みたいな、そうでライトみたいなのをやってくれたりとか、まあ、宣伝なんていうか、プロモートしてくれたりとか、いろいろやってくれてます。ありがとうございます。でも僕やっぱこれは結構面白いなと思うな。やっぱキャンサーって何だろうね、何なんですかみたいなことを聞かれるっていうのは、なんかなかなか面白いなというふうに思うね。質問として、やっぱ気になるんだなと。コミュニケーション的に、結構、彼がいることによって、ギスギスはしなかったりもしてるんです。それはすごい、まあ、それは内部の話はすごいありますよ、やっぱり。それは単純に人間関係の話。人間関係とかコミュニケーションとか、結構大事なのに作品作ったりする、あの展示したりする局面。でなんかこう仲裁ではないんですけど、はい、彼が何か言うことによってこう和むよね。そう、研ぎ澄まされててこう本当にもうギスギスしてぶつかってしまう、でもその以上進めなくなってしまうような局面でも、結構一回こう研ぎほぐしてくれるっていうか、そういうことをしてくれたりしてます。それは大事です。大事ですね。大事ですね。まあ、どうしてもやっぱりギスギスする、ギスギスっていうかこう、なんていうか、まあ、人間だからね、やっぱり感情がこう高ぶる時ありますからね。うん、特にやっぱ作家さんとかが集まったりすると、やっぱりなんか、ぶつかりやすいのかなって思って。そうですね、そして一番人とぶつかりやすいのはこの人です。あ、そう。本当はまあまあってやってくれなくちゃいけないんですけど。いや、やってるよ。やってるけど。やってるけど。まあでもだからね、それはね、その通りで、なんていうかな、アーティスト同士で喧嘩っていうのは今のところ起こってないんだけど、なんか俺が何かに切れてるみたいなことがよくあって、みんなにまあ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 みたいな感じでこう抑えられてるとかっていうのはあるよね。だからアーティストは怒れないと思う、俺が怒ってるから何かに。
そう、うん、でそのメンバー同士でもこいつとこいつは敵対しているってこの人は思い込んで、でそれでこうなんか俺仲裁して仲裁してる、逆に喧嘩させてるんですよ。あ、まあそれはね、両方でもそれは両方の気持ちがある。もともと喧嘩してほしいなっていうか、うん、そうというのが、その慣れ合いになったらやっぱダメなので、うん、緊張感をいかに保たせるかっていうことはそれを考えてるよ普通に、うんうん、だから一緒に作品を作ってもらう必要がないと思ってるのも、あのなーなーになってほしくないからっていうのはすごくありますよね、うん、だからあくまでお前の作品はお前なんだから、あのそれ責任取りなさいよっていうふうに言っちゃってるわけですよね、うん、そうなるとやっぱ妥協できないでしょ彼ら、うん、そういう状態に追い込んだ上で作品を作ってもらうっていうか、うん、でそうじゃないと僕も面白くないので、やっぱギリギリの手っていうかね、それこそがキャンさんの目的だったんですよ。だからやっぱりね、この僕らも大体35ぐらいになっちゃってるんですけど、年になっちゃったんですよ、うん、で若い時の勢いっていうかね、あのものすごい展示回数が多い人たちなんですよ、このキャンさんのメンバーって、うん、でキャリアは異様にあるわけですね。でそうなってくるとね、こなれてくるんですよ。だから大体これぐらいの要望なんだろうなとか、うん、まあ、こういう場合にはこういう対応していけばいいっていうのが慣れてきちゃうんですよね、うん、で慣れてきたらって作品作ったらその面白いもできるわけないんですよ。だからでなんでそういうことになってるかっていうと、もっと大きいところになればもっと緊張感を持ってできるようになるんですけどね本当は。でそれステップアップしていかなきゃいけないっていうのも一つだし、もう一つはやっぱりその緊張感をね、こうプレッシャーをかけてあげるようなキュレーターとかギャラリストとかが今いないってことですよね、この国には。だから僕はもうそれをもうやります、もう絶対プレッシャーかけますっていうのはもう、そういうふうに言ってるかどうかわかんないけど、まあ、そういう感じでみんなと接してますね。うん、ただもう本当に明るい分担できてるよね。だから僕こうやってテキスト書いてますけど、これも作品がギリギリまで上がってこなかったり、昨日ねもう頑張って書いたんですけど、だからもうちょっともうすいませんが、だんだん直していって。でまあ、最終的にはちゃんとウェブとかで公開して見れるようにしますけど、直していきますけど、ただこういうテキストとかは俺の範囲だから、うん、ある種なんか昨日言ったら全然違うと言ってたけどでも面白いねってなるわけ、自分が考えてることとは全然違うんですよ。だってだから一切口出しゼロです、こういうのもアーティストからね、だから僕も最終的に出来上がったものについて、僕はこれで答えるので、うん、別に言葉で言う必要はないというか、面白かったねっていうぐらいですね。あ、いや、よかったねみたいな感じで、あとはもうそこはもうこれで答えるので、これを見てまた新しい作品を作ってねっていう、そういうコミュニケーションですね。だからなんかこううまく続けていきたいですね。だからやめないことが重要なんで、やっぱり。まあ解散もっていうのはないですよね。ずっと続いていく、死ぬまでは。誰かが死んでもみんなでお葬式に行くっていうのが家族の重要な、ところなので、あ、そうそう、だからお葬式をするのもちゃんとプランで考えてますからね。僕は古墳を作りたいと思ってるんで、キャンサー古墳、トン・フォー・ディ・アーツっていう墓、アートのための墓っていうのを作りたいと思っていて、で日本も土地がだんだん安くなってきてるし、山とかもいっぱいあるので。最後はまあそこでみんな隠居して、そしてそこに古殿を埋めると。でしかもキャンサー、まあ管理はしますけど、公共の場所にしたいんですよ。うんうん、半公共。だからアーティストはアートに関係してるやつとか、まあ、アーティストに限定するか、ちょっとその辺細かく考えてないけど、誰でも墓作っていいよ、自分の。共同墓地ですね。で、そして聖地にする。で、結構ある程度広いところを作りたいので、別に勝手に美術館とか建ててもいいし、アートをやりたい人、土地をもう勝手に使ってねっていう、まあ、管理はそれやってもらわなきゃいけないけど、っていう本当の聖地、だからピラミッドみたいな感じ、あれはやっぱ謎だしアートでしょ、ああいうものをやっぱ作るっていうことがすごく重要だと思う。それはまあ荒川さんの講演とか建築の構想とかにも関係してるわけですけど、彼は死なないと言ってたから墓は作れなかったかもしれないけど、僕はまあ墓作りたいというふうに思う。でこういうアイデアとかもね、俺のアイデアに対してあんまり誰も反対しないっていうか、まあ、その中で彼らは何ができるかっていうのを考えてるだけなので、うんうん、俺がなんか皇居落拓計画やるぞとかって言っても、
いやそれはダメでしょとかは誰も言わないね、ね、本当に誰も言わない、バカだねみたいな、何言ってんのみたいな。でところでまあこういうことをすればいいんじゃないかみたいな、すぐにこうアイデアを出すっていうかそういう感じよね、うんうん、だからすごい面白いですよ。だからなぜかというとキャンサーでやる分には俺が責任取るからね。だから彼らは批判してもいいんですよ、うん、この展示自体僕のことを批判するのは、うん、ていうか批判、まあ、普通に批判的なところもあるじゃないですか。だからこれをあのアイデアと違うとか言ってるし、だからそれは面白いですよね。その方が面白いよね、うん、どんどんそういう風になっていきたいな。結構キャンサーの話になるけど、まあ第一回だからあるかな、うんうん、まあこんなところか。次はあるシーンはどんな感じ？あれあのオンゴーイングでいつから来てるんですか？今月の27日から、吉祥寺アートセンターオンゴーイングで、うん、新作ですか？新作にしようと思ってます。すぐだけど、考え今日も考えてた。どうしようか。まあこっちへ来れてからかな。で、まあオンゴーイングはねずっと長くやってるところだし、うん、まあこれからも黄色と黒をテーマにやっていくんですよ。まあテーマももはやもうテーマではないけど黄色と黒って。いやでもなんか、まあ、体みたいなもんですもん、それこそ。でもそれこそね、アルシについて黄色と黒をさ、うん、原則にさ書いたテキスト、多分これが初なんじゃないかと思うんだよな。あ、そう。なんかある誰か書いてあることある他に。アルシの黄色の説明するときにそれを、うん、書いてる人はたまに。あ、本当。あとするけど、うん、まあ非常に知らなかった。多く書いてるのは草だよね。それについて触れてる。まあこれもね、あの最終的にはどんどん広げていって、ちゃんと作家論をこのキャンさんの人数分だけ集めたもんで、まあ、ちゃんと出版物にしようと思っているので、まあ、これも叩き、まあ、これがどんどん加速していくっていう感じになってるんですけどね、まあ、それを、なんていうかな、まあ、ちゃんと英語に翻訳して、海外に輸出していく、それ、まあ、そうですね、そして全部侵食していくというかね、ということの、まあ、第1弾ですね、これは。転職していく、うん、でまあ、その中であるか慎吾のあえて担当ということで言いますと、やっぱね俺思い出した、やっぱね未来って言ったと思う、時間って言った、思い出した、時間って言ったんだ、お前は時間担当って言ったんだ俺、うんうん、でその時間っていうのは未来とか現在とか過去とかね、うん、である種は超過去超未来っていう、うん、あれはハイパーでいいの、それともすぐ、うん、ハイパーフィーチャーっていうものを言ってるので、やっぱり時間っていうのはすごく重要なんですよ。重要。で、なんでかっていうと、我々は空間現象をやってるので、空間と時間は時空ですよね。時空の中の時間というものに対する意識がやっぱり低いと思いますね、アートは。パフォーマンスアートなんていうレベルの時間性ではなくて、もっともっと広い意味とかね、時空という関係の中での時間性、空間性というのが、ファインアートは僕は取り逃したと思ってるんです。それ一言で言うと、僕は相対性理論をうまく取り入れることができなかったっていうふうに僕は思ってるんですよ。ファインアートは科学と芸術っていうものは非常に密接に関係してきていて、まあ、ルネサンスの時代なんかはもちろんダ・ヴィンチなんかはそうだったし、現在でも例えば、まあ、大したことはないけどメディアアートとかねっていうのもあるわけだけど、まあ、そういうふうに技術といろいろ融合していくというのが重要なんだけども、相対性理論についてはなぜかわからないけども、俺僕取り逃したんじゃないかなっていう感じがしてる。どうも。まあ、唯一デュシャンだけがやったと思う。かなりうまいことできたんじゃないかなと思ってるんだけどね。大ガラスね。なんだけど、大ガラスではかなりうまいことをやってた。だから埃がついたり、ね、喜んだりとかしてたわけだけど、まあそういうふうに思ってるんだけど。まあ、その中で、まあ、アルシーの場合は時間っていう方に、ちょっと空間よりも時間っていう方にちょっとフォーカスしてもらって、言うと面白くなるんじゃないかなっていう気がしているっていう。あとさ、あれで言うの忘れたらちょっとまた変わっちゃうけど、うん、キャンサーってこのその、うん、まあ、美術史とか、まあ、文脈だね、これ何に対してやろうとしているのか、うん、キャンサー全体、はい、うん、キャンサー全体、あー、だから、ね、何に対して対してやろうとしているのかっていうふうにみんなからプサに問いかけたし、そんなことあったっけ、キャンサーのメンバーが、うん、そう、俺は
俺はルネサンス。ルネサンスで答えたよ。それ言っといた方がいいね。あ、ルネサンス。うん、とりあえずルネサンスを変えます。ルネサンスに対してやってる。はい、ルネス今はね、ルネサンスに対して、ルネサンスの芸術が今ね、まあ、そのまま続いてきてると思ってるので、まあ、たかが500年前ですよ。しかし、何を更新したいかっていう。パースペクティブね。で、まあ、何を更新したいかっていうと、ルネサンスを更新したいというか、まあ、ルネサンスをやりたいということですね。で、それは、ディ・ルネサンスっていうか、ルネサンスのに受けるというか、まあ、その時のパースペクティブにってことで、パースペクティブを更新するということですね。そう、パースペクティブのようなものを作るということですね。新たに作る。新たに作る。で、その時はそれこそ空間芸術の時間も入ってきますよね。っていうような文脈で、今のところ考えている。とりあえずルネッサンスにをやるという感じです。それについてはどうなんですか。いいですか。いいと思う。それやってちゃんとつなげて話した方がいいかなと思って、うん、そのルネッサンスイコールパーセプティブ。これを更新するってことね。そういうふうに言ったら分かりやすいんじゃないですか。まあ分かりやすいかもしれないですね。でもね、それもね、みんなにね、僕はこういうことをいつもされてるわけ、メンバーにね、いや、話したと、何をやってないんだみたいな、お前は何がやってないんだみたいな感じで、すごい詰め寄られてる、全員で、怖いでしょ、あいつらに詰め寄られてるんですよ、結構強いやつじゃないですか。で、何がやってないんだ、そうだよね、プサ言ってないよね、それとか、なんか言わなきゃいけないでしょ、みたいな感じで、全員で言われるわけですよ。で、もう、で僕は、もう何言ってるんだ、だんだん切れてくるんですよ、なんか、詰め寄られるか。で、切れて、そんなの、まあ、ルネッサンスに決まってるじゃないかって言ったら、もうみんなで大喜びして、ガッハッハッみたいな、またバカなこと言ってるわ、オッケーオッケー、それで行きましょうみたいな感じなんで、って言ってくれるのはすごいありがたい。だから僕はやっぱり、なんで、でもね、彼らがなんで喜んでくれるかっていうと、彼らは僕が本気で思ってるからですよ。だから僕の本気を言わせたいもんね、っていうのが、ので、なんていうかな。例えばそのアートコレクティブを更新したいとかね、フォーマリズムを更新したいみたいなことを言ったら彼らは満足しないはずですよ。なぜかというと、それはある意味の言い訳っていうかでしかないので、まあ、そのレベルのことを考えているのではないってことですよ。だから俺らを巻き込むんだったらお前本気でやれっていうプレッシャーを彼らに僕はかけられる。だからルネッサンスって言わざるを得ないんですよ。だからルネッサンスに勝つのって大変だと思うけど、もちろん彼ら本当にすごいから、今のこの世界の空間を作ってるのは彼らのですよ。だと僕は思うからね。やっぱそれをやっぱ更新するというレベルに彼らを連れていかない。それはでもすごい楽しいことですよね。ものすごく楽しい。だからまあこれからもどんどん面白くやっていきたいね。よろしくお願いします。うん、そんな感じですかね。ちょっと、はい。まあこんな感じで。こんな感じですね。ありがとうございました。じゃあまたこれからも続きます。ありがとうございました。